数週間前から睨み合いが続いている中国とインドの国境で再度衝突が発生しました。インド軍は6月16日、少なくとも20人のインド人将校と兵士が中共軍との衝突で死亡し、中国側も多数の死傷者を出していると発表しました。インド軍は16日、15日に両国の軽装地域であるラダック地方のギャルワン渓谷で両軍が衝突し、 インド軍の将校1名と兵士2名が死亡したと伝えました。後に追加声明で重傷を負った17名の兵士が死亡し、死者数は20名となったと発表しました。中共軍も犠牲者が出ており、ニューデリーの通信社 ANI によると、中国側43人が死亡もしくは重傷を負いました。1970年代以来、 両国軍の衝突で死者が出たのは今回が初めてです。インド軍は両国の軍の交換が状況を緩和させるために会談を始めたと述べました。宗教外交部の張立憲報道官は同日、このことについてまだ聞いていないと述べましたが、後にインド側が15日に2度国境を越え、 中国側を挑発し攻撃したため深刻な身体的衝突を招いたと主張しました。関西メディア環球時報の記者は当初、中共軍は今回の衝突で5人が死亡し11人が負傷したとツイートしましたが、すぐに当局がまだ死傷者を確認していないと前言を覆しました。 今年5月から中印国境では緊張が高まっています。今回、衝突が発生したギャルワン渓谷からパンゴン湖までの一帯では、1962年に国境問題をめぐり、両国間で軍事衝突が発生しました。インド外務省は16日 今回の衝突は中国側による一方的な現状変更の試みの結果だと表明し、中国側を非難しました。ここ数週間で中国、インドともに国境紛争地帯に数千人の軍隊へ集結させています。今回の衝突で死傷者が出たことで緊張がさらに高まる可能性があります。NPD ジャパンがお伝えしました。